おいっす、オラトラニキ、おいっす、もういっちょ、おいっすーということで、今日はですね、7月の購入品紹介をしようかなと思います。はい、もう8月なんですよね。もうすぐお盆来て年明けて、また一つ年を取ってっていう初老的な感じになっちゃうんですけども、今月はね、まあ、今までは、そうだな、スニーカーは結構欲しいなったんだけど、アパレルがこうピンとくるものなくて、買うもの少なかったんですけど、まあ、アパレルもちょいちょい買ってるし、スニーカーはスニーカーで、まあ、もう履かないかなって思うものをあげたりとかして、数減らしたんだけど、一気に増えてると。で、先月の終わりにね、購入したけどまだ届いてないですってやつとかもあったので、6月に購入したんだけど、4月に届いたやつか。で、紹介してないのあるので、それも、紹介していこうと思っております。ということで、行ってみよう。Who are you? Who are you?はい、ということで、先月の分から紹介していこうと思います。まあ、サクッとね。こちら、ユニオン LA とエイジョーダン4のコラボですね。これは2色あって、グレードの方が値段高いんですけど、僕はもともとこの色味が欲しくて、まあ、6万円くらいすんのかなって思ってたら、意外と値段つかなくてね、その動画でちょっと話した後も、またもう一回販売があって、今がまあ、底値だと、本当に思います。んで、まあ、僕は靴紐も、もともとはグレーっぽい、グレーと水色の靴紐なんですが、パープルに変えて、履こうと思ってます。で、カラーリングもね、写真で見ると結構明るいイエローなのかなと思ってたんですけど、くすんだ感じなので、ちょっとマスタードっぽい感じなので、まあ意外と合わせやすいかなと、思いますし、普通に、かっこいい、靴だと思いますので、まあ、悩んでる方とかは、まあ、今のうちに買っておくといいんじゃないかなと思います。はい、次。はい、ということで次はこちらですね。ニューバランスと、サレヘバンバリーコラボ。これも先月紹介したと思ったんですけども、まあ、これを買った理由はね、まあなんか最近はエメラルドグリーンみたいな色にハマってて、まあ前はね、オレンジのカラーリングとかも出たんだけど、あれは結構高かったんですよ、プレって。で、たまたまこう発売したの忘れてて、スニダン見たら、まあ5000円プレ値ぐらいだったので、まあ買っとくかと。こういう配色ってあんま出ないので、買いました。モデルは確か2002だったと思いますね。いろいろコラボしてるやつね、最近頻繁なんですけど。はい。まあ、夏にぴったりなんじゃないかなということで。はい。いろんな外しで履きたいと思います。ということで、次。はい。ということで、次はこちらですね。キャンパス AT2 です。アディオスのセールの時、さらにこう、2点買うと 20% みたいなので買ったので、定価は1万3、4000するんですけど、僕は6800円ぐらいで購入しました。まあ、キャンパスも、普通のキャンパスとキャンパス AT2 ってあって、それでも、定価としては2000円ぐらい、近いかなと思います。多分まだアウトレットは普通に残ってるんじゃないかなと思うスニーカーなんですけども、これすごく便利なんですよね。特に本当初心者におすすめで、まあ、アディダスっていうとスーパースターだったりとかスタン・スミスってあると思うんですが、ちょっとそこの中間ぐらいに入る感じ。スーパースターだとちょっとボテッとしてストリート感強くなっちゃうし、スタン・スミスだとちょっとシュッとしすぎて、なんかストリート寄りに履くとなんかこうバランス悪く見えちゃったりとかすると思うんですけど、ちょっとこういいとこ取りっていう僕的な立ち位置で言うといいとこ取りで、ただその弱点といえばその靴紐のところがちょっとギラギラしてる感じがあるんですけど、で細い紐に変えてて、もういつでも履ける準備満タンにして動画撮影したらね、スプレー振って履こうと思ってる必須です。もうほんとなんかおすすめありませんかって言ったら、とりあえずこれ買っとけって言います。カラーリングも、バーガンディ、グレー、ネイビーあるんですけど、とりあえず黒ですね。を買っとけば間違いないです。ということで、次もスニーカーです。めちゃめちゃこいつ靴買うやんとみんな思ってるでしょ。海外客のこれコンバースとなってて、日本では販売してないんですけども、カラーリングが、まあ、エメラルドグリーンかな、っていう配色で、気分的に履きたかったので買いました。で、靴紐はね、通常の靴紐と違って細い靴紐をはめていて、まあ、こうすることによってどうなるかっていうと、まあこれ新品なんだけど、ヴィンテージっぽく見えるかなっていうので、こういうふうに、しております。はい。ぜひ、海外のコンバース欲しい人は僕のウェブの方に、紫のハイカットとオールブラックのローは、27.5 と27だったかな。一足ずつあるので、なかなかね、自分で海外のコンパス引っ張ってくるのめんどくさいので、ぜひ、チェックしてみてください。ということで、次。はい、ということで、次もスニーカーです。これはね、完璧に買ったの忘れてて、海外の荷物に紛れて、これなんだっけと思ったら、そういや、買ってたやっていうスニーカーなんですけど、
スタンスミスとヒューマンメイドのコラボですね。同じ時期にキャンパスも出てましたけど、キャンパスの方はね、グレーとか水色とかで、ちょっと淡い色だったので合わせづらいなと思って避けてて、今回はまあ、スタンスミスなんだけど、ベルクロということで、まあ、ベルクロのスニーカーももうすぐ流行るんじゃないかって予想もしてるんですけど、まあ、そういったとこもあって、まあ、久しぶりに欲しいなと思って、購入したスニーカーです。ちょっと立ち位置的にね、ここと被っちゃうので、もうこんな靴いらないんですけど、あ、すいません、当たっちゃった。靴いらないんですけど、まあ、買いました。来月はね、カウズコラボの T シャツもね、一つ譲っていただいたので、それも紹介できるかなと、思っております。はい。まあ、ヒマメイド、そういえば、店舗もね、新しく出してたりとか、まあ、生活用品のなんか、シャンプーとか売ってるところとかもできてたりとかね、なんか勢いがあるので、まあ、ぜひ東京行った時とかね、ショップの方も見てみたいかなと思います。前、パルコのね、下のところ行ったんだけど、人が多くて入れなかったんですよね。はい、ということで、次からがやっと、暴れるです。ということで、次、はい、ということで、次はこちらですね。ラッセルアスレティック と、ユナイトローズサンズの、コラボとなってます。はい、スウェットショーツですね。もともとはどうしようかなって思ってたんですけど、その前に、アトモスとコラボしてたんですよ、ラッセルアスレティック。で、まあ、知ってる方はわかると思うんですけど、アトモスの別注のスニーカーもそうですけど、アパレルもクソダサいじゃないですか。でも今回のそのコラボだけは結構面白くて、こう、アニマル柄って普通、このヒョウ柄とか、まあ、ゼブラ柄ぐらいだったら作られるかもしれないんですけど、トラ柄とか、キリン柄まで作ってたんですよ、ショーツで。だから面白いし欲しいなって思ってたんですが、値段がね、1万3000円ぐらいで、なんかちょっとこう、アトモスにその値段出すのもったいないなと思って、ちょっと躊躇してたら、サンズが出たので、こちらを購入しました。まあシンプルなんだけど、まあスウェットショーツ、黒とかグレーがね、多いと思うんですけど、あっても。まあグリーン、なんかこう古着っぽい感じで合わせるのにいいかなと思って、買いました。これ洗いがかかってて、こう雰囲気も良くて、値段も6600円で、すごくお買い得だと思います。まあユナイテッドローズサンズ知らない方もいると思うんですけど、まあ、いろんなこうセレクトショップでオリジナル僕も見ますけど、間違いなく多分一番かっこいいと思いますよ。普通の、販売してる。で、ユナイテッドローズもユナイテッドローズの普通のオリジナルだったりとか、まあ、ビューティー&ユースとかいろいろ、あると思うんですけど、サンズのね、オリジナルは結構ありそうでなかったものついてくる感じがあって、個人的にはおすすめだし、結構まあセールも落ちるときは落ちるので、そのオリジナルに関してはね、そこが、まあ、一消費者としては買い目かなと思います。ってことで、次、紹介するのがこちらです。バン。前も紹介したんで、どこのブランドか覚えてる人はいるかもしれないんですけど、バルっていうね、昔バラスヤデザインっていうブランドの、また新名前に変わってデザイナーも変わった、バルの編み込みの、ベルトとなってます。こちらはね、もう2、3年ぐらい販売してなかったと思うんですけど、これ本当は僕自分でオリジナルで作ろうと思ったんですよね。で、工場にどれぐらい本数作ったら作れるかって聞いたら200本って言われて、さすがにこう200本はちょっと怖いなっていうので作んなかったんですが、本当なんか2、3年ぶりぐらいに復刻して出たっていう、編み込みベルトとなってます。これはなんかベターショップだったかなというところの、コラボの、企画になってるんですけども、まあ普通にまた緑なんですが、これと青があったのかな、だったので、このカラーリングを購入しました。値段も8000円ぐらいだったかな、そんな高くないので、まあ、ぜひ多分まだゾゾタウンとか売ってると思うので、まあ、チェックしてみてください。まあベルトもね、よくどこ使ってますかとか聞かれるんだけど、本当になかなかいいのなくて、いい値段ぐらいのやつでかっこいいのって今なくて、まあいつかね、また自分でも作る機会があったら、作ろうかなと、まあ、思ってます。はい、ということで次はアパレルですね。意外とアパレルこうやって見ると買ったもの少なかったですね。まずこれが、シュプリームのセールですね。ウェブで買ったものになってて、定価が2万6000円ぐらいのものが確か1万8000円で購入できてたと思います。このパーカーはシュプリームの動画の時にもかっこいいって言ってたと思うんですけど、まあ色味もそうですけど、ちょっとこうネイビーだけちょっと色あせたみたいな色味で、この黄色が際立っていいんじゃないかなと思います。まあスニーカーのちょっとさっきの色味に似てる気もしますけど。で、ちょうどその時に、実店舗の方に行ったらね、そのウェブに出てなかったものが、販売されてて、あともう1点購入したので、コーデュロイのパンツ。だけど、W2 っていうね、ものも買いました。これも、グリーンでね、配色全部似てんだよな。
ちょっと気をつけて買えばよかったなというものを買いまして、これもパープルとブラウンがあったんですが、ブラウンはね自分のオリジナルの方でも結構前に作ってたのでかぶっちゃうし、まあこういうちょっと明るいカーキーっぽくない色味も面白いのかなと思って、購入しました。定価が確か1万8000円ぐらいのものが1万3000円ぐらいになったと思いますっていう感じで、アパレルはまあこんぐらいかな。たまにこうね動画撮ってたりとかして後で片付けてたら、あこれ紹介するの忘れたみたいなの、出てくるんですけども、まあでも言っても今週はめちゃめちゃスニーカーがね多かったなと思って、またねちょっと整理しようかなと、思ってます。で、まあ先ほど間でも言ったんですけども、海外のコンバースだったりとか、ポップスモークブイローンコラボの、セットショーツとかもうウェブに出してたり、最近だとあのレイドバッグですね、イーロバックスとか最近着用されたりとかして話題になってますけど、それのこの前セットショーツ出たんですけど、このテント生地のポケットをつけたニューバージョン、これ数かなり少ないらしいですけど、残り各1、サイズありますので、ぜひ、ウェブの方もチェックしてみてください。リベレーダースに関しても各1しかほとんどなくて、全部値段 20% 下げてるので、このタイミングで、ぜひよろしくお願いしますということで、今日は、7月に買った購入品紹介でしたということで、また会いましょう。おいっす。